なあ、ムカつけ。なんだ急に。さっき公園でサボってたんだけど、小学生に舐めた口聞かれたんだ。仕事中に何してんだ。舐めやがって。あいつら今度会ったら絶対バカって言って泣かしてやる。仕返しのレベルが小学生以下。あ、そうだ、いいこと思いついた。どうせろくでもないことです。僕ギャングになる。やっぱりろくでもなかったです。抵抗ペンギン。1位はヤバい海のギャング4選。でもどうやってギャングになればいいんだろう。未経験、学歴不問で受け付けてるのかな。転職活動じゃねえんだぞ。ギャングの知り合いでもいればね。自分一応海のギャングって呼ばれてますけど。え、そうなの。まあでも海のギャングってありふれた称号ですから。呼ばれてる生き物はシャチ以外にもたくさんいるもんな。カジ君、そのギャングたちに合わせてよ。え、海のギャングたちに会って勉強させてもらえば僕も陸のギャングになれるかもしれないじゃん。でも、お願いシャチ君、昼飯おごるからさ。ペンギンが謝礼まで人任せなのかお前は。気は進まないですけど仕方ないですね。じゃあ早速行こう。ほらペンギンも行くよ。なんで俺まで。初めて会う人には手土産必須でしょ。生贄要員なのかよ。ウツボ。はあ、乗り気じゃなさそうだな。当たり前ですよ、あいつはかなり危険ですから。あのシャチ君がここまで警戒する生物、一体どんな生き物なんだろう。あ、いました、ウツボです。はじめまして、僕パンダって言ってギャングになりたくて。全然喋ってくれないんだけど。やっぱギャングだし寡黙なんじゃないか。いえ、ウツボ喋ってますよ。え、はじめまして、よろしくお願いします。ほら、いや声小さすぎるだろ。ウツボは臆病な性格でめちゃくちゃビビリですから。いや全然ギャングじゃないじゃん。 あんまり大きい声出しちゃダメです。怖い、殺される。え、殺される前に殺すしかねえな。おら、いった。ウツボは刺激すると豹変して噛みついてくるんですよ。それ早く痛くない。ダメだ、全然取れない。ウツボの歯はかなり鋭くて数も多いですからね。深く刺さっちゃうんですよ。シャチが危険視してた理由はよくわかるな。はい、普段おとなしいのに切れたらやばいんで。自分とギャラが被ってます、危険です。心配してたのそこだな。ダツなんてか外れた。次はどのギャングに会いに行くんだ。ダツですね。ダツってあの細長い魚の。あんなヒョロっちい魚がギャングだな。全然強そうに見えないけど。ここら辺にいるはずなんですけど見つかりませんね。は、今なんか光ったあれじゃない。何やってるんですか。え、光に向かって進む、それが人生の輝き。ダツは光に向かって突進する習性があるんですよ。刺さってる、刺さってるって。片方人生の輝き失いかけてんだけど。シャチ、なんでどいつもこいつもいきなり襲ってくんな、危険すぎるでしょ。怖いギャングに会いたいって言ったのお前だろ。でも一応今のパンダさん、なんというか凄みが出ててギャング力上がってますよ。そりゃ今マジギレするからだ。クソ、なんかもっと話通じるちょうどいいやついないな。だったら、あ、お久しぶりです。ここでシャチか。シャチだったら安心だね、知能高いらしいし。あとシャチは無駄な行動や狩りをしないですし安全だと思います。だといいんだが。なんか落ち着きないねペンギン。シャチはペンギンの天敵だからな。ペンパイは自分の非常食、仲間だと伝えてあるんで。おい、なんて言いかけた。今はちょうど暇してたみたいなんで話聞いてみてください。じゃあうわ、何、シャチが船をつついてるぞ。無駄な行動はしないんじゃなかったな。ああ、これは暇だから遊んでるみたいですね。ああ、シャチは知能が高いので暇な時に船にちょっかいをかけることがあるんです。なあ、遊んでるだけか。あら安全だね。いえ、本人は遊んでるつもりなんですけど。え、力が強いので誤って殺しちゃう時があります。はあ、真の海のギャング。見たことない場所ですけど。あれは、くそ、完全にお釈迦になってるな。どうやって帰りましょう。どっかから船とか出てないかな、それに乗れば。だが金もないぞ。それなら任せてよ、何のために今回海に出たと思ってるのさ。なんとか町に出ましたけど
ちょっとダークな雰囲気の街ですね。なんというか緊張感があるな。それでどうするつもりなんですか？金が必要なんでしょ？それならカツアゲだよ。は？ギャング力もかなり上がったしね。今の僕なら住民ちびらして金を巻き上げられる。あー、優しそうなかもいるじゃん。早速カツアゲだ。あ、おい、あ、ゴラ兄ちゃん、痛い目見たくなかったら出すもんだし。お、なんだあんた。何この人でっか。どうした、俺になんか用か？大丈夫かあんた。お前が出すもん出してどうすんだ。なるほど、それでこの町に流れ着いて大変だったな。どうやって帰っていいかもわからない状態で。あ、よし、なら行くか。え、どこへ？腹空いてんだろ、こういう時はまず飯だ。ありがとう。あんた名前は？俺はシンドバッドだ。俺はペンギン、よろしく頼む。そういえばこの町ってなんていうの？ラスティーアンカーだ。うん、やっぱ聞いたことないな。帝国で2番目に大きい港湾都市なんだかな。大都市なんですね。あんなにでっかい港もあるもんな。だがそれは一面に過ぎない。え？ほら見ろ、船が止まってるな。あれは海賊の船だ。あんなに堂々と止まってるなんて。ここは帝国が黙認する無法地帯でもあるからな。なるほど、だからどこか独特な雰囲気があるんですね。着いたぜ、魚市だ。すごい、めっちゃにぎわってんじゃん。ここなら腹を満たせるだろう。ほら。あ、自分たちお金持ってなくて。貸しにしといてやるよ。それとも自分の手で盗みたいか。は？この町は窃盗も強奪も日常茶飯事だからな。それもありっちゃありだが。あ、いえ、ありがたくいただきますそうした方がいいな。この魚意外とうまいな。でもあ、どっかのやつがしくったか。たく、魚の変わらない味がこの場所を現実だと嫌でも認識させる。どうだラスティーアンカーは？ちょっと不気味だがなかなか面白い街だな。過酷な環境の中でも生き抜いてるって感じがしますね。だって、あれ、パンダさんいなくなってません？おい、あいつまさかはぐれたのか。ちょっとみんな、どうしよう。まさかこの町ではぐれちゃうなんて。おいお前、金出しね。ここは帝国が黙認する無法地帯でもあるからな。この町は窃盗も強奪も日常茶飯事だからな。やば、逃げ。あんたソニア。お前たちだな、うちの市場を荒らしたのは。闇市場で好き勝手やって何が悪い？それが答えか。なら、裏切り者は潰すだけだ。何あれ、残酷だけどどこが品があって、めちゃくちゃ優雅だ。あのなんだ。あの聞きたいことがあって。オーラがすごすぎて言葉が出てこない。私に物おじせず話しかけるなんて勇気があるな。え、何か話したいことがあるんだろ。ついてこい。はい。少しは見込みがあるって思われたのかな。ギャング力上げててよかった。ここはスラム街だ。飲み屋街みたいでいい雰囲気ですね。行くぞ、いい酒を出す店がある。はい。この怪しげで混沌とした場所を堂々と歩くソニアさん、なんか絵になるな。この酒効く。見た目によらず、なかなかの飲みっぷりだなお前は。ありがとうございます。それでなぜ私に声をかけた？実は僕ギャングを目指してて。どうしたらあなたみたいなかっこいいギャングになれますか？それは AFK ジャーニーを始めるときっとなれるぞ。なんでペンギンがここに。 AFK ジャーニーは旅するファンタジア RPG AFK シリーズの最新作だ。ちなみにパンダさん、 AFK ってどんな意味か知ってますか？知らないけど。 Away from keyboard、 キーボードから離れた状態のことです。その名の通り、プレイヤーが操作していない時にも素材集めや戦闘を行うシステムを導入しているんだ。じゃあ寝てる間とかも進められるってこと？めちゃくちゃ便利じゃん。もちろん普通にプレイしても楽しめるぞ。
AFK ジャーニーは六角形のマスで区切られたフィールドにキャラクターを配置して戦わせる半自動戦闘だからこそ、必殺技発動のタイミングやキャラ選択、配置が鍵となるシンプルながらも奥が深いバトルになってるんです。戦略性が問われるゲームなんだね。だが魅力的なのはバトルシステムだけじゃない、グラフィックもだ。俯瞰視点で描かれるフィールドを冒険するんですが、そのフィールドがとても美しいんです。街の息吹を感じられるというか、家の一つ一つちょっとした高低差まで緻密に描かれている世界を旅するのは見ているだけで楽しめる。すごい、その世界を空から眺めてるみたい。途中で謎解きしたり宝探ししたりと冒険の感覚を味わえるのが魅力だ。この没入感はワクワクしちゃうね。さらに AFK ジャーニーは豪華声優がフルボイスでキャラクターに息を吹き込んでくれているので、会話や仕草に個性が溢れていてついつい引き込まれちゃうんですよね。君と作るかけがえのない記憶、旅するファンタジア RPG AFK ジャーニーは概要欄からダウンロードできるぞ。今なら最大450連ガチャと40キャラ以上を無料で獲得できます。いや太っ腹すぎない。 PC スマートフォンで遊べるぞ。概要欄にはギフトコードもあるからぜひ遊んでみてくれ。おいパンダ、この事業はどういうことだ。転職するんで。え、どこに。ギャングです。え、ソニアさんがめちゃくちゃかっこよくて。そんなにそっちがいいのか。俺がやってることだってギャングみたいなもんだろ。自覚あんのかよ。ソニアさんと比べたら上司はギャングじゃなくてギャグです。どういう意味ってことで行ってきます、待てパンダ。せっかくだし俺たちも転職するか。ですね。俺を置いていくな。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのに辞められない。